皆様こんばんは。4月の10日午後7時28分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにですね、お礼の方を言わさせてください。皆様のですね、温かなご声援、ご協力のおかげでですね、今800名を到達いたしました。はい、2月のですね17日から、チャンネルをね開設いたしまして、まだ2ヶ月経っておりませんよ皆様。1ヶ月半ぐらいでしょうか、経過した、段階で800、今ですね、もう先に言いましょうかね、今840名の方にですね登録をしていただいております。はい、本当に誠にありがとうございます。皆様のね本当に温かい声援のおかげで、私喋り続けることができますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。で、それとですね、時間的には分かりますよね、言いたいこと。ほぼほぼ同時刻に、昼過ぎですね、ビットコイン様がなんと、いいですか、私のこのチャンネルともうまさしくね、フィーリングするように、いわゆるリンクするようにね、高値をスポーンと抜けていっていただきました。ありがとうございますと。うん、今日はね、まずね、申し訳ございませんね。チャート分析、ビットコイン、そしてイーサリアム、そしてリップルでございますね。あとは SFP、久々扱いましょう。SFP。そしてステラ。あとはマティックですね。マティック。こちらを扱っていきたいと思います。そして、あと重要ニュースの方はですね、まあ、繰り返しになるんですけれども、リップルのね、まあ、上昇要因ちょっと軽めに流しまして、あとは NFT スタジオのね、話が出ておりましたので、そちらをね、お届けしていこうと思います。はい、今日もですね、内容の濃い、まあ、20分、30分になると思いますので、ぜひとも最後までご視聴なさってみてください。はい、お願いいたします。はい、まずですね、ビットコインなんですけれども、チャート分析いってみたいと思います。ただいまの価格がですね、6万と800ドル、6万と800ドルでございます。いや、皆様来ましたよ、来ましたよ。はい、今ですね、とにかくビットコインちょっと下のね、マックD線ちょっと見てみてください。もうちょっと上がってほしいと。もうよく言うならば。何か。やっぱりね、こちらの最高値でございます。史上最高値の6万1800ドル。ここをとにかく抜けていただくと、日足レベルでの、いいですか？MACD 線がゴールデンクロスを起こします。ですから、もう本当にね、7万ドルから7万2、3000ドルぐらいまでは、ガーッとね、もう2、3日ぐらいで行く可能性がね、ちょっと見受けられるのかなという形がしております。はい。よろしいでしょうか。ですから、とにかく今、ビットコイン様には、うん、まあね、まあ頑張ってほしいと。まあそれ以外ないんですけれども、ちょっとね、もしかしたら4時間ちょっと落としますね。うん、もうね、このね、いいですよね。これも消しちゃっていいですね。この下落は、まあ、否定という形で、まあ、めでたくね、いわゆる、逆三尊形成からのぶち上げ、そして、アセンディングトライアングルからの上値を抜けていったという形ですので、今もう、ちゃーといい形で仕上がっております。もう、これ以上の仕上がりがないぐらいの仕上がりようでございますよ、これは。わかります？で、いいですか？とにかく先ほども言ったんですけれども、何してほしいのか。とにかく、史上最高値抜けましょうと。もう、そのまま行きましょうという形でございますね。で、もしね、FX でロングをね、まあ、勝負かけたいのであれば、いいですか？もうわかりますかね、ほぼほぼね。ここレジスタンスラインで聞いておりましたので、タッチしてきたところで、おそらくサポートとしてね、機能してくるはずでしょうから。うん、まあ、2バウンドぐらいですかね、横を言うならば。下段階で FX ならロングをね、仕掛けていけば、おそらく7万ドルぐらいまでね、こう上昇的には見て、いけるのかなという形はしておりますよ。うん。で、あとはね、こう時間が経つにつれてですよ、いいですか？時間が経つにつれて、まあ、ロング入るじゃないですか。うん。そうすると、ちょうどね、上昇チャンネルの、このサポートラインもちょうどこうオレンジのラインね、近寄ってくる形になるんですよ。うん、ということは下値がね徐々にぐーっと上がってきますから、よりね FX であれば、いわゆる、まあ、上昇をが、まあまあ、取れやすくなるよという形でございます。言ってみればわかりますかね。時間が経てば経つほど、これがぐーっとね、近寄ってきますから。うん。あまりリスクがね、出てこないと。逆に言うと、もうすぐ、ここら辺で言えば割れたらもう逃げていただければ結構ですので。でも、この基調でね、割れるっていうことが、ちょっとあるのかなという形ですよね。この上昇チャンネルのサポートラインというのがですよ。ですから、ちょっとそこはね、まあまあ、今の段階で言うと割れる可能性はまあ、ほぼないのかなという要素はしております。はい。下のね、4時間足レベルでのマック D 線を見ていただいても、いいですか？うん。青いラインがね、オレンジより上に被さった状態でもう0ライン、と抜けましたので、OK ですね。上昇トレンドがとにかく継続であると。うん、で、本物のやっぱり強いやつが来るのは、もう何遍も言いますけど、この最高値でしょうね。6万2000ドルを超えた後はもう一気に1万ドルぐらいね、バリーンと、本当にさっき言ったように、2日3日ぐらいでね、バンバンバーンってね、階段登るように到達していく可能性がございますので、はい。そちらはね、希望を持って、見ていただくのがいいのかなという形がしております。まあまあ、でもね、とにかく、まあビットコインでね、FX をかけるのもいいんですけれども、まあ、ビットコインに関してはね、結構長期保有目的で、やっぱり買われるのがベストなのかなと思いますので、まあ、資金にね、余裕がある方であれば、ある程度ね、こう、ちょっと、厚めの、例えば 0.1 ビットコインとか、まあまあ、60万円ぐらいになると、どれぐらいでしょうかね。66万円ぐらいでしょうか。ただいまの価格が、600、日本で660万円ぐらいですので、まあ、66万円ぐらいになると思いますよね。ですから、それぐらいね、こう、余裕がある方であれば買っていただいてという形で、長期保有目的でね、見ていくのがいいのかなと。で、10年後はね、とにかく何遍も言いますよ。1億円予想が出てますから、これ本当に、冗談じゃなくて、半減期計算すると、全然あり得ます。
ますからね。10年後見ていただくと。ですから、人財産ね、気づけますよ。で、どっかのね、これ情報として持っておいてください。どっかの、分析会社が、行ったところによるとですよ、0.1 ビットコインで本当に億万長者になれるよっていうね、計算、試算が出ていたんですよ。0.1 ビットコインだけで。うん。ですから、それぐらいね、破壊力のあることがね、今後本当に起こる可能性がございますので、皆さんね、期待して、見ていくのはいかがでしょうかということでございます。はい、次行ってみたいと思います。まあね、もう良かった良かったと、もうこれ以上のね、上げは本当ないでございますよ。で、次、いきますよ。イーサリアムでございます。イーサリアムでございます。イーサリアムもですね、ただいまの価格が2165ドル、はい、日本円で言うと23万7千円付近を推移しているような形になっております。で、こちらもね、やっぱりこうビットコインと同じようにものすごく、これはまあビットコインよりもかなりプラスな要因が働いております。何かいいですか？最高値抜けたんですよ。ですからもう今史上最高値をつけている状態でございます。で、いいです？もうこれはロングインのチャンスでしょう。 FX であればもう見ていただいたらわかるようにね。ちょっとごめんなさいね、1時間足の落としてみましょうか。うん。まあ、マックD線もね、かなりいい形で右上がりに上がっておりますし、上昇トレンド継続。まあまあ、それはそうですよね。ここまでぶち上げたら。で、あと、もう懸念点といったら、もうはっきり申し上げます。ほぼないという状態ですね。ほぼないです。もう今ね、ここ、やっぱり、直近の最高値2150ドルを、もうきちんとね、上抜けをして、サポート転換ね、されそうな形になっておりますので、これはまあ、FX であればね、まあ、ロングインのチャンスかなと。うん。で、急なね、話題が結構出てくると思うんですよ。イーサリアムに関しては。やっぱり4月半ばのね、何遍も言いますけれども、いいですか？ベルリンのね、実装、7月のロンドンがありますので、うん、7月までの3ヶ月間はね、結構楽しめる相場になるんじゃないのかなーという気は、もう、大いにしておりますよ。これだけでもう本当に結構なね、金額稼げると思いますので、いいですか？で、イーサリアムに関しても、まあ、とにかく、今年いっぱいまではなるべく見ておきましょう。本当に、100万円予想を結構出してる方いらっしゃるんですよ。で、私も、100万円本当にワンチャンあるんじゃないのかなと、1万ドルです、イーサリアム。うん、思っておりますので、結構ね、伸び幅的には今から出す。ですか、5倍ぐらいですか？全然ね、上昇余地ありますよ。もう興奮しすぎて、全然を先々って言ってしまいました。はい。何言ってんの、このおっさんってね。本当にお前大丈夫かと。大丈夫なんでございますけれども、こんだけね、ぶち上げると、逆に、お前テンション抑えろよっていう方が無理じゃないですかってね。しかも、いいですか？このチャンネルの登録者も超えたじゃないですか、800名。もうこんなに嬉しいこと重なります、逆に。私、明日生きてますかね？それぐらいのね、今出来事でございますよ。OK ですか？うん。だって、ビットコインが去年は、50万円ですよ、今の時期。イーサリアムもいくらですか、本当に。イーサリアムも3万、下手したら 1万5000円とかそれぐらいじゃなかったですかね、多分。かなり安い金額ね、つけてましたね。一時、1万円割った時もありましたもんね。多分8000円ぐらいを日本円でつけていた時もあったので、それから考えるともう1年ぐらいで、本当に、どれぐらいですか、20倍ぐらいね、上がってるような状態になってますよ。うん。ですから、もう本当に去年のね、今頃に比べると、この相場感っていうのがね、もうすごい状態で仕上がっております。で、下がる気配がまたこれないっていうね、こんなにプラスなことありますかということでございます。OK ですか？で、何べんも言いますよ。はい、来ました。私のね、この熱語りを遮るラスト 20% というね、空気読めよみたいなね、はい、申し訳ございません。で、ここからどうなるのか。うん、とにかく、先ほどもね、申し上げました通り、いいですか？ 2160 ドル付近をサポートとして、もうとにかく上を目指していく様子が見て取れるでしょうと。もし最悪割れても、サポートラインがかなり硬いので、いいですか？この斜めのサポートラインです。こちらもそうですし、短期ですよね、これは。このなだらかな方は、長期のサポートラインになってますので、これはかなり硬いです。OK です。ですから割れて、しまった場合は、まあすぐ逃げていただいてもいいのかなと。ここまで落ちてくるね、やっぱり可能性がありますので。OK ですか？ですけど、やっぱり一回ね、抜けたので、結構ね、また、しかも最高値を抜けていった、そして、アップデートの話があるっていうのを考えると、ここからね、大幅下落は考えにくいのかなと思いますので、今ね、とりあえず、短期の現物であっても、FX であっても、仕掛けるにはちょうどいい場所にいますよ、ということでございます。はい、次行ってみたいと思います。もう、よかった、よかったでございますよ、本当に。びっくりしましたもんね、私もね。チラって見たら、みたいな。バカ上げしてんじゃんと思ってですね。もうそんな形でございます。次行ってみたいと思います。はい。次ですね。リッポーちゃんでございます。リッポーちゃん。うん。ただいまの価格がね、1.16 ドル。日本円で言うと、126円7円あたりを推移しております。もうこれもね、もう言っていいですか？もう調子乗りまくっちゃっていいですか？ちょっとね、3日ぐらい前になるんですけれども、私がね、うん、やっぱりこう、ここら辺でございますよ。この付近でもうロング仕掛けた方がいいと。で、仕掛けましたと。で、落ちてきた時に、いいですね。短期のね、まあまあ言われ、もう一回ぐらい落ちそうだなって言ったら多分、その言ったと思うんですよね。落ちてきたんですよね。うん、もう一回ぐらいなんかこの下を叩きそうと。そしたらそっからね、基調が変わってぐん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 上に上がっていったという状態でございます。OK です。で、目標値はもうここはブレておりません。まあもうすぐなんですよ。1.22 ドル。とりあえず一旦ここを目標値にしましょうということです。一旦ここをね。うん。で、いいですか。今日のニュースでも、てか前にね、実はね、これね、どれぐらい前ですかね。
昨日の朝のニュースで私申し上げました。はい。ですから、このね、配信の3個前のニュースを見ていただければ、リップルが上昇している要因が全てわかります。そしていいですか？またさらに続きいきますよ。自慢が始まります。もしかしたらね、自慢が始まります。もうね、日本のニュースで今日取り上げられてたんですよ。4月のとか。ですから、反応がですから今ね、上がってきたと。私は昨日申し上げておりましたから。はい。昨日のね、朝に申し上げておりましたから、それをね、見越していた方であれば、ナイスインということで、ナイスインみたいな、もうお前ゴルフやってんのみたいなね、もうナイスインでございます、皆様。はい。よろしくお願いいたしますよ。もう有益な情報しか、とにかく流しませんから、期待していただいて結構でございます。はい。よろしくお願いいたしますよ。で、まあ、とにかくね、さっきも言いましたけれども、1.22ドル、とにかく、まずは一旦の目標値。そして、ツイッターの方でもね、流させていただいたんですけれども、次の目標値、いいですか？フィボナッチエクステンション的に行くと、1.6 から 1.7 ドルぐらいですかね。ここを次目指していくような形になるのかなと。うん。ですから、こう、一回ね、こう、まあ、押されるでしょう。ここはね、2、3年ぐらい前のサポートラインで聞いていた場所なんですよ、ここ。サポートレジスタンスで聞いていた場所ですので、まあ、おそらく意識されるでしょうね。で、もしかしたらこの今、売り。うん。売りがね、そこを意識した場合での少し下で利確しようかな、組がね、もしかしたら利確してる可能性がありますので、皆様もね、そこに乗じてちょっと利確してもいいかもしれません。はい。3分の1、3分の1、残り半分は上抜け用で狙って取っておくっていう形でもね、いいのかなという形はしておりますよ。うん。これぐらいね、強めに上昇やっぱりしてるので、ずーっとしているので、短期のね、移動平均線ぐらいまで支えとしてパリッと落ちてくる可能性があります。うん。ですからそこをね、また、いわゆるサポートとしてもう一回ね、一段上を狙っていく。もしくは、いいですか？ちょっとサポートライン引いてみましょうか。うん。ここですよね。はい、申し訳ございませんね。ここね、結構効いてくるような形になるのかなと。ですから最悪、ここまでね、バーンと落ちてきて、そこからまた上昇を狙っていくっていう形になるかもしれませんので、まあ、ここぐらいでね、ちょっと利確をしていただいて、お小遣いをね、ちょっと稼いでいただいて、落ちてきた時に再ロングインみたいな形でも、調子よくね、仕上がっていくのかなと、皆様の資産がですね、いう風に感じております。割れてしまうと、この青いラインのね、0.8 ドル付近まで、基本的には落ちてくる可能性がありますので、割れたらもうね、すぐ損切りで逃げていただいてもいいのかなと。はい。よろしくお願いいたしますよ。で、ヒゲのね、分も加味すると、もしね、ここら辺で入った場合、例えばね、1.1 ドルぐらいでね、例えば 1. そうですね、下がってきて 1.05 とか07ぐらいでね、入った場合は1ドルぐらいまで、切り板ですから1ドルぐらいまで、余裕を持って、まあそうですね、なんかこれがね、サポートになりそうですね、割れたの。ヒゲがビョーンってついてビョーンって戻ってきそうな感じがします。ですから1ドル割れたらまあ逃げようかなという形でいいのかなという形がしております。まあまあ、1枚あたりどうですか？うん、7、8円ね、損切りっていう形になるんですけれども、まあまあ大きい傷を負うよりはいいでしょうということです。またね、チャンスは何遍も巡ってきますから、はっきり申し上げますけど、今から始まるんですよ、リップルっていうのは。わかります皆さん。今からなんですよ。で、最高値ね、やっぱりね、超えますよ、これ。うん。ずん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 。400円は、多分ね、アウトオブ眼中なんじゃないんですかね。下手すると本当に、1000円台あり得ますからね、今年見ると。SEC の問題が、まだ解決していないのに、いいですか？ SEC との問題の話がちょっと出ただけでこの反応ですからね。解決した暁には、やばいぐらいの資金が多分入ってくると思います。うん。やっぱりね、コインベースの再上場でもありますし、あとは、あちらですよね、バイナンス US とかの再上場もあるでしょう。うん。そして、あとはどうでしょうか、海外のね、他の取引所も停止しているところがありますから、再上場がありますよね。そこで資金が当然流れてきますよ。うん。ですから、期待上げという点ではね、かなり上まで吹き上げる可能性がありますので、ここはね、今のうちぐらいからちょっとずつ、ある程度のね、長期保有目的として、玉をね、集めていくのが調子良くなるのではないでしょうか、ということでございます。はい、次行ってみたいと思います。こいつ、本当にアルトコインの話になると調子上がるなと。いや、楽しいんですよ。ビットコインとイーサリアムも楽しいんですけれども、やっぱりね、上がりがね、こう遅いじゃないですか、なんだかんだ言って。ですから、こんなね、私もやっぱり、相場師として生きておりますから。はい、相場師として。皆さんもそうですよ。皆さんも相場師ですからね。初心者とか、上級者とか、中級者とか関係ないですよ。もう入ってるんですから。で、さらに、いいですか？先行者としてこの仮想通貨業界に入っている相場師でございます。オッケーです。今から上昇ずーっとしていきますよ。いろいろなアルトコインが。もう楽しみでしょうがないでしょ。年末にかけてほんと10倍、100倍になるようなね、コインが生まれてくる可能性はありますから。明日私がね、おすすめの通貨あげますから、それもちょっと要チェックで最後にまたこれ言いますね。はい、申し訳ございません。チャート分析の途中で。うん。ですから、皆さんもね、いいですか？初心者だとか関係ないでございます。はい。もう相場師なんですから、私どもとね、同じような形で、やっぱ稼いでいかないと。うん。おそらく損するね、相場師の方ってね、やっぱり8割とか、8割、9割くらいいるんですか？やっぱりその中で稼いでるのはやっぱり 10% とかね、稼ぎ続けているのはですよ、だと思うんですよ。うん。やっぱりね、鉄則はとにかく変なところで入らない。いいですか？利確、損切りはきちんとする。で、利確が一番難しいです、実は。ですから利確にね、いいですか、結構重点をなるべく置いてください、意識として。なんで利確を置くのって、だって上昇基調でしょ。もし現物で買われた場合、落ちてもまた戻ってくるんですよ。で、その時にやっぱり人間で、ね、欲が働いて、まだまだいくだろうってね、そこでやっぱり重要なライン私引いてますから、そのちょっと下ぐらいでね、うん、利確をしていったりするのがやっぱり
ベストです。慣れるまでは。慣れてきたら、ご自分でね、トレーディングビューっていうのをこれアプリ使ってますよ、私。トレーディングビューです。はい。ここをね、ダウンロードしていただいて、使っていくのがね、これ調子よくなりますよ。皆さんもね、いい形でトレードできるでしょうと。ですから、いいですか？何遍も言いますけど、とにかく皆さん、お願いします。クルーザーか、プライベートジェット買ってください。はい。クルーザーか、プライベートジェット。うん。これで私をお願いします。乗せてください。はい。よろしくお願いいたしますよ。この前言いましたよね。リップルでめちゃくちゃ稼いでるやつがいると。うん。その方がね、クルーザーに乗っていたと。その流れで、皆さんにお願いしておりますので、ぜひともね、参照なさってみてください。はい。申し訳ございません。SFP 行ってみたいと思います。セーフパルウォレットでございますね。これは、いいですか？新通貨のご紹介の方でもね、説明としては入れておりますよ。うん。新通貨のご紹介。あちらでございますね。再生リストの方に入っておりますので、どういう通貨かね、気になる方であれば、まあ、参照して見てみてください。結構ね、溜まってきておりますよ。通貨ぐらいだから、そこの部分だけね見ていただいても楽しいのかなと思いますので、ぜひともね、お暇があるときにやってみてくださいよ。うん。で、一応ね、今ねめちゃくちゃいい形に仕上がっております。はい。 SFP、 うん、これもねツイッターで流させていただいたんですけれども、いいですか？この、頭をね押さえつけられている高値がねずっと切り下がっていたんですよ。ここをようやく今ね上抜けした状態になりました。ですから、このね下落のトレンドでしょうかね、下落トレンドでございますよね。こちらがねある程度こう終了する可能性がね今ちょっとこう出てきたと。やっぱり上抜けをしておりますので。で、一応ね、目標値言っておきましょうか。この SFP に関しては、バイナンスとかでも、あれですよ、先物がね、できますので、結構ね、いい形でそこを仕掛けていけば、もしかしたらお小遣い稼ぎできるかもなと。で、あまりね、欲は書かない方がいいかもしれないです、これは。3.4 ドルぐらいが、やっぱりね、レジスタンスとして機能しているんですよ。ここ見ていただいたらわかりますよね。レジスタンスでございます。ですから、やっぱり上がってもね、ここで押さえつけられると思いますので、1枚あたりね、だいたい40円ぐらいの利幅が取れるのかなと。短期トレード。もしくはFX であれば。ですから、欲を言うならば、とにかくここ上抜けした後にね、サポート転換されるでしょう。上抜け力強くいったら。うん。その時にロングインもう一回ね、していただく。ですから、今入っていただく。ここで全利確、もしくは半利確をしていただく。上をね、突破確認してサポート転換した時に、もうちょっと玉を集めてね。そうすると、ここで持ってる半分がまだ生きてますよ。ここで、もう一回買いますよね。ですから、取得単価がちょっとここら辺ぐらいに、3.15 ドルぐらいにね、多分上がると思うんですけれども、ここからまた上にぐんと上がっていけば、大きなね、利益が残りの半分のものと新しく入れたもので稼げるでしょうということになりますので、まあ、全利確というより、まあ、ここをね、抜けた、タッチしたら半利確で。で、抜けができそうかなと思ったら、持っておく。下に落ちそうだなと思ったら、もう、利幅少ないですけど、利確していくっていう形で、調子がね、良くなるのではないのかな、という形がしております。まあまあね、これも今日、明日あたりね、こと上をぐーっとね、狙っていってほしいかな、という形がしておりますね。で、やっぱりさっきも言いましたように、SFP がね、これ期待されている通貨です。とにかく今年。うん。まあ、新通貨のね、紹介にもあるんですけれども、バイナンスのね、バックアップがすごい強いので、これはね、やっぱり持っておいてもね、いいのかなと思いますよ。はい。買いのね、通貨として、候補としてね、リストアップしてみてはいかがでしょうか。バイナンスで取り扱いを行っておりますよ。ということですね。はい。次行ってみたいと思います。ステラでございますね。ステラでございます。はい。今ですね、ステラなんで扱ったのか、調子がね、かなり良くなってきておりますね、こちらの通貨も。どこが調子がいいのと。もう見ていただいたらわかります？はい。やっぱりね、下落トレンド、ごめんなさいね、下落のね、この頭を押さえつけられているところをちょうど上抜けをしまして、ぐん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 上がっていっております。ずん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 でございます。OK ですね。で、ザーンってね。で、今、とにかく 0.52 ドルというね、すごく重要なラインに差し掛かっておるんでございますよ。レジスタンスされておりました。そこは最高です。一番端っこの高いところが。うん。で、レジスタンスされておりました。で、一回ね、これね、抜けたんですけど、やっぱりもう一回戻ってきちゃったんですよ。で、そこから、もう一回ね、今再チャレンジをしているちょうど途中でございます。ですからいいですか？ロングチャンスの、これも通貨になっております。ロングチャンス、もしくはね、短期でのトレードの、買いのね、候補通貨となっておりますので、うん。もしね、ここを上抜け 0.52 ドル。ですから金額的に言うと、ただいまの価格がね、57円ぐらいですので、だいたい58円、まあ60円ぐらいですか？ 60 円ぐらいを、こうガッとつけてきたら、ちょっとロングインを考えてもいいのかなと。で、おそらく押されて戻ってくると思います。やっぱりここがね、ヒゲとして意識されてますから、戻ってきた時のサポートとして転換を確認できたら、うん、まあ1回2回ぐらいですか、こうね2回ぐらいがいいですかね、1回抜けてますので2回3、うん、2回ぐらいですね、サポート転換が確認できたら、ロングインしてもいいのかなと。うん、なんで2回なのか、やっぱりビットコインの基調がいいです。そしてやっぱりリップルとね、これ兄弟分でしょ？ですから、リップルが上がってくると、結構釣られて遅れてね、ぐんと上がってくる形がね、やっぱ見受けられるんですよ、ステラっていうのは。うん、OK ですね。ですから、そういった形で、トレードをね、していくのがベストではないのかなと。もしね、落ちてくるんであれば、下はね、やっぱりここで、私が引いておりますよ。0.32 ドルね。ここぐらいまで、まあ、こう、ガッとね、落ちてくる可能性がありますから、でも、その途中で、このね、移動平均線に支えられていくのかな、もしくは、下がってくるかどうかっていうのは、これ微妙ですよね。落ちてくるかどうかは。なんでか、下のね、MACD 線もこれ確認していただくと、ゴールデンクロスをね、起こしかけておりますので、いいですか？結構強い上昇が、もし抜けたらね、やっぱりサポート転換して待っているのかなという形がしておりますよ。で、一応ね、フィボナッチエクステンション的なものを引いて、抜けた後の金額目標値、ある程度ちょっと見てみましょうか。うん、ちょっと見てみましょう。
まあ、こうでございますよね。はい、こうでございます。そうですね。1のラインが 0.62 ドル、1.618 が 0.735 ですね。73と62ですので、まあ、この中間値あたりでしょうかね。まあ、横を言えばね、切り板の 0.7 ドルぐらい、ここまでね、ぐんと上がってくれれば嬉しいんですけど、まあ、1のライン 0.62 ぐらいでね、一旦、半利確。その後の様子を見て、上で 0.7 ぐらいで半分を、残り半分を利確するっていう形が、まあ、調子よくね、トレードができる形にはなるのではないのかな、という、このフェーズでは思っております。ですから、上抜けを確認したら、さっきも言いましたように、62ぐらいですか、6263ぐらい。上は、70ぐらいを目標にね、考えていくのがいいでしょうと。ですから、1枚あたりだいたい10、どれぐらいですか ?15 円ぐらいですかね。それぐらいのね、利益が取れるのかなという形がしておりますよとね。はい、ステラもそろそろチャンス通過になりますよということです。はい、そしていきますよ。今日のチャート分析ラストでございます。マーティック行ってみましょう。マーティックでございます。はい、申し訳ございません。いきなりバキって言ったらすいませんね。結構ね、最近またね、私の指がでございます。指が乾燥しまくっておりまして、なかなか反応しないとね。はい、よろしくお願いいたします。申し訳ございません。で、いきますね。マーティックでございます。マーティックネットワークとね。まずですね、こちらポリゴン決済。まあまあ、ポリゴンですよね。ポリゴンがいわゆるマーティックと言われるものなんですけれども、後でね、またこれニュースの方でお伝えしますよ。先チャート分析いってみましょうかね。もともとね、これ三角持ち上げこうグーッとしてたんですけど、そこを下抜けして大幅下落を起こしました。申し訳ございません。私線引き直しました。大幅下落しました。もともとこういうラインを引いてたんですよ。ですから、三角持ち合いを抜けて、ちょっともう一回引いてみましょうか。三角持ち合い抜けてしまってからのね、下落してしまったと。はい。ですから結構ね、大幅下落していますでしょうと。で、こっから、やっぱりね、基調が相重なりまして、いい形でぐんと上がってきました。結構ね、反発が強かったですね。ですから、買い欲がやっぱ皆さん強いと。で、これをね、とにかくこの、短期での三角持ち合いは否定、という状態になる、否定というかね、まあ、修正し直しということで、いいですか?新たな三角持ち合いがこれできそうです。この中で広い範囲でですよ。ここがサポートとなっておりますので。ですから、今ね、ちょうど三角持ち合いの上限値にタッチしている状態なんでございますよ。OK です。ですから、今ね、ビットコイン、あとはイーサリアムのいい形での基調が来てますから、これもね、このままビットコイン、イーサリアムが調子良ければ、上抜けをね、していく可能性が多いになります。OK です。ですから、上抜けを確認した後、まあ、この通貨であれば、0.42 を、まあ、抜けた後にちょっと入るのがいいのかなと。OK です。ちょっとやっぱりこれね、頭をね、押さえつけられそうな形がしますよね。なんかね、こう、ちょっとなんとなく雰囲気ですよ。今これ私雰囲気で言ってます。ですから、抜けてすぐ入るよりも、ちょっと抜けて、このオレンジを突破した後に入るのが、結構強い上昇が来るのかなという形がしておりますので、で、もう一回ぐらいね、なんか押されそうな気もするんですよね。これ本当に雰囲気ですよ。すいませんね。ですから、そこはね、ちょっとある程度こう、個人個人でね、考えていただいて、まあ全然ね、三角持ちは抜けること自体が、上昇要因としては強いので、即ロングインでもいいと思いますよ。OK ですか?即ロングインしていただいて、割れて、この下のね、三角持ち合いをもっと、それまで割れてしまった時にこれは損切りしましょうか。そこまで、いわゆる、値幅がないんですよね。上が 0.37 でしょ?で、下が、どれぐらいでしょうか?ここまで見ると 0.31 なんですよ。ですからそこまでね、値段の幅がないので、狭いので、反発してきてポーンとね、跳ね返ってくることが、まあ、多々あります、そういう場合は。これが結構広かったら、広い意味での三角持ち合いだったらですよ。広い意味での三角持ち合いだったら、やっぱり下根までが長いので、ぐーっとね、落ちてきて、やっぱり上をまたもう一回目指すっていうのは時間がかかるんですけど、これぐらい狭いと、結構ね、こう耐え切ってくれる可能性がありますので、そこまで見ていってもね、いいのかなという形がしております。まあ、とにかく、マティックに関しても、いいですか?まあまあ、ポリゴンのね、決済通貨として、まあまあ、ポリゴンの決済として使われていきますので、今後ね、期待通貨として、長期保有をね、目的として持っておくのが、まあベストなんではないのかなという形がしております。とにかく直近で言うとこの上をまずは抜けてくれということで、はい、今日のねチャート分析は結構、6通貨ですかね、第2部は、以上となります。でいいですか皆さん、私のテンションぶち上げタイムが来ますよ。いきますよ。まず一つ目、はい、立法でございますね。私の方がいいですか、昨日の朝の一部、つまりこれ出たの時間いつか、今日の夕方昼寝3時ですよ。1日も私の方早いですから申し訳ございませんね。調子乗りまくって、私うるさいですよね。ほんと気分がした方は、ほんとバッドボタンで、もう全然ね、推奨しているわけではないんですけれども、やっぱりね、こうね、ほんとこのままでほんとうぜえ、バリバリってね、押して、2回押すとキャンセルされますんで、357、奇数番号で残ります。推奨しているわけでございません。はい、よろしくお願いいたします。ということで、いきますよ。上から、まあ、簡単に、いきますね。まあ、裁判所がですね、この、まあまあ、企業のリップル社に対して、SEC のね、内部資料を確認できる許可をね、与えたんですよ、これ。で、ある意味、これ SEC にとっては相当ね、これちょっとマイナスになる可能性が高いですよね。だって実はね、
SEC は2016年でしたかね。ここには載ってないと思うんですけど、2016年あたりで、昨日の朝言ってます、これは。うん。リップル社のことね、デジタル資産会社って、言ってたんですよ。ってことは、証券としては言ってないじゃんと。うん。そこの、証拠がね、もし残っていたら、ほぼ価値格でしょみたいな形でございます。うん。で、これね、まあまあ簡単にこう上から下までずーっと流していきますよ。まあ、ここに書いてあるんですけれども、まあ、CEO のね、ガーリングハウスさんの弁護士を務める、ソロモン氏という方がですね、いわゆる裁判が下される前までに SEC が XRP をビットコインなどの暗号資産と同類であると認識していることを示す証拠を発見した場合は、訴訟はゲームオーバーになると、もう勝ちますよということでございますよね。はい、でも、まあ、行くんじゃないのかな、まあまあ残ってるんじゃないのかなっていうね、そういう予見はしておりますので、やっぱりね、そろそろ決着が、うん、7月ぐらい、年中ぐらいまでにはね、起こってくるのではないのかなという形が、これは、あ、書いてありますね。ほらほら、見てください。SEC がリップル社をデジタル通貨企業と表現したと16年。私の記憶力なかなかでしょ？はい。いろんなニュース取り扱ってるんですけども、うん、こういうふうにね、申し上げましたということで、おそらく勝つんじゃないのかなというね、期待は込められておりますよということでございます。ですから、まだね、そこまで市場の中で反応がございませんので、全然買い通貨で捉えておいていいでしょう。何ですか、このおじさん。はぁとね。大丈夫かみたいなね。申し訳ございません。なんですかこの親父は。はい。おっと、あと 10% でございますね、皆さん。いきまーす。まだまだ喋れますよ。いきますよ。うん。ここですね。NFT スタジオ、OEN。やっとこれね、テストネットが終わったんですかね。ベータ版終了ということでしょうか。うん。マティックに関してはね、プラスな材料でしょう、これは。いきますよ。ブロックチェーンゲームの NFT サービスの開発を行うクリプトゲームズですね。これが、いわゆる NFT スタジオを提供開始したことを、まあ、発表しましたよと。今日で、昨日でございますかね。9日に発表しましたよと。うん。で、これね、上から下にずーっと流していきます。まあ、どういったものをね、うん、扱っているのかと、まあ、ここに書いてありますよね。イラストレーターやアーティストが、まあ、自らの NFT アートをブロックチェーン上に発行できるプラットフォームですよと。で、なんで、マティックにプラスなのと、ここなんですよ。いいですか？イーサリアムとか、あとはポリゴン、今まで普通ほら、イーサリアム決済だったでございましょ？なんか今日本語が変な風になったんですけど、イーサリアム決済だったでしょ？で、これが、ね、プラスしてポリゴン決済も追加したんですよ。ポリゴン決済も。で、なんでか。いわゆるイーサリアム決済だけだと、ガス料金が高いじゃないですか。で、このポリゴン、いわゆるこのマティックですよね。この決済って、ガス料金がめちゃくちゃ安いんですよ。ですから、今ね、この NFT スタジオ、マティックをね、こう採用しようかという、形に、こう話が進んでおります。で、もしこれがマティック決済として、ものすごくね、この NFT スタジオの中で使われるのであれば、多分、いろんな NFT のね、マーケットプレイスが採用する流れがおそらくできるでしょうと。ってなった場合の、わかりますよね。マティックの破壊力多分半端ないことになりますから、今ね、仕込んでおくのはいいんじゃないでしょうかということですよ。で、いいですよ。金額わかりますよね。今40円から45円ぐらいですよ、1枚あたり。これが、例えばね、今イーサリアム20何万円ですからね。うん。1000円ぐらいにね、なったとしても、それはだってそうじゃないですか。普通に考えたらわかるでしょ？何がわかるのかとね。お前だけわかっても私たちわかんないじゃないのか。あ、今から説明しますね。こういうことですよ。あのですね、1枚あたりの金額が安いということは、もう例えば、一つの大きな買い物をするときに、わかりますね。もう何枚払えばいいのって話になるんですよ。ですから、やっぱりそのコインのね、金額が高ければ、ある程度ほら、枚数としても少ない枚数で払えるので、まあ、ある程度ですよ。まあまあ、使いやすいってことです。払う側としても。わかりますよね。例えば、1枚のものを買うのに、1枚、1円だったら1万枚払わないといけないんですよ。そういうことですよ。1万円のものを買うのに、1枚が1円のコインだったら1万円。ですけど、1000円のコインだったら10枚で済むじゃないですか。パパッとこう出せるじゃないですか。そういうことです。あとね、桁の間違いとかも起こる可能性がありますし。ですから、こういうふうにね、うん、採用されるっていうことが、どれぐらいプラスなのか、そして今の金額の安さを考えてみたら、上がる以外の要素があるのかなってやっぱり思うんですよ。マティックに関しては。OK ですね。ここが、とにかく上昇する要因ですよっていうのがね、私がこれ言っている、まあまあ、いわゆる要因なんでございます。はい、続き行ってみたいと思います。ここまでね、ニュース聞かれた方であれば、確かになと納得できると思いますよ。はい。で、まあまあ、上からね、下に流していきます。国内で高まる、まあ、NFT 需要がね、高まっていると。うん。で、ここにもね、書いてありますよね。取引所コインチェックは2日、うん、3月24日にローンチした NFT マーケットプレイス。コインチェック NFT ベータ版ですよね。で、サービス開始しましたと。これもね、確かニュースでお伝えしましたね。で、1.2 万人を突破したと。利用者数が開始1週間で。やばいですよね、これね。で、あともうこちらもですよ。クリプトスペルズの、これレアカード、まあ、これをね、クリプトゲームズ株式会社が販売したと。うん、で、販売開始から6分で完売と。うん、で、19枚出品されたレジェンドカードについては、出品から5秒。5秒ってわかりますよね。ファミコン世代ですよね、皆さん。ファミコンだったら、つまり、高橋名人の B 連打ぐらい早いってことです。そういうことなんですよ。それぐらいみんな B 連してるってことです。
何言ってんの、ちょっとね、申し訳ございませんね。多分ね、同年代の方が私のチャンネル多いので、高橋名人、いたらそんなやつみたいなね。今どうなってるか私も知りませんよ。高橋名人が。興味ある方は調べてみてください。逆に。はい。よろしくお願いいたします。ですから、あの方の B 連レベルで早くね、ブルーってやっちゃったということでございます。それぐらい人気があるんでございますよ。はい。で、続きいきますよ。もうそろそろいきますね。はい。ザ・サンドボックス。ここも書いてますね。4月5日より、コインチェック NFT で販売開始したブロックチェーンゲームのザ・サンドボックスのね、今日の午前中もニュース取り上げたじゃないですか。気になる方は見てみてください。サンドの楽しい話がありますから。はい。これの仮想空間上の土地ランド。これがなんと2時間で完売と。それぐらい人気なんですよ。で、金額、わかりますよ。1個あたり16万円の土地を33個出品。これが2時間で完売。多分個人でね、買った方もいるんじゃないですかね、これはね。うん、いう形。OK です。で、このね、ランドの土地ってすごいんですよ。バブルレベルが。まあ、バブルと言っていいんですかね。欲しい方の金額レベルが。何か、ですね、初めの方は、盛り上がる前はですね、一区画5万円ぐらいだったんですよ。ですよ。それが、1年も経たないうちに同じ区画が80万円ぐらいで取引されてますからね。はい。ですから、リアルな不動産よりも値上がりがやばすぎると。ですから、それぐらいね、今、このザ・サンドボックスの土地で使われるランドとか、あとはね、ディセントラランドのマナです。わかんない方はね、ちょっとこう、ニュースとか、マナはね、通貨紹介してなかったですかね。まあ、マナっていう通貨があるんですよ。で、これもディセントラランドという、ザ・サンドボックスと同じようなゲーム、仮想土地ゲームで使われる通貨がマナっていう通貨なんですよ。この二つのマナとサンドっていうのが、いわゆる仮想不動産のね、ゲームにおける二大巨頭になりますから、二つとも持っておいて、損はないかなと思います。どっちかがね、結構話題にやっぱり上ってくることがありますよ。うん。今ね、アメリカの方でもザ・サンドボックス人気が出てきてますよね。マナの方は、アメリカもともと人気だったんです。それがね、今もアメリカの方でも徐々に話題に上がってきているということで、うん、まあ、サンドに関してはね、買い通貨でしょうと、やはり。うん。で、ごめんなさいね。最後に行きますけれども、まあ、他にもね、LINE やメルカリなども相次いで NFT の参入を計画しているということ。で、はい、本日土曜日のね、第2部の配信をこちらで調子よく終わらさせていただきましょうということでございます。そしてね、初めに言いました、皆さん本当にありがとうございます。私はですね、もう2回目になるんですけれども、本当に皆さんの本当に温かいね、5000円、あとはね、コメント、そこら辺でですね、いただいて、本当にね、もう私がこういった風にね、もう1時間でも2時間でももう喋れる糧となっております。何遍も申し上げて申し訳ないんですけれども、私ですね、もう必ずですね、いいですか、10万人を本当に突破しようと思っております。はい。で、もう、最近もね、これも何遍も言ってますよね。YouTube もおすすめにね、おそらく上げてくれているでしょうと。関連動画にもおそらくちょっとは載ってるのかなと。ですから皆さんが、ね、本当に発見してくれたこと、このチャンネルを、そこにも本当に感謝しております。はい。ですから今後ともね、ビットマン TV の方、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。必ずですね、ナンバーワンの YouTuber に、仮想通貨業界ナンバーワンに、絶対になりますよ。はい。ですから、今まだね、皆さん、私のこのビットマン TV というね、これ言った方、ね、言っていただいた視聴者様もいらっしゃいますよ。ビットマン TV というこのね、仮想通貨に投資していただいているのと同じ形でございます。はい。今から100倍、1000倍なる可能性が十分にありますので、本当ね、期待をかけていただいて、もう泣きそうでございますよ、私。ちょっと涙ぐんでおります。それぐらいね、嬉しいことでございますので、本当に感謝しております。ありがとうございます。今後とも邁進していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。それでは申し訳ございません。またね、話が長ったらしくなってるぞ、親父ということで、いい形で今日、話を締めくくらさせていただきたいと思います。はい。それではね、明日の朝はまたね、第1部の配信を、そして、明日はね、3個あげようかなと思っております。一つは、前々からね、言っておりました、草コインのね、ちょっと草コインって言ってるんですかね、アルトコインのちょっと注目されそうなやつを一つ追加で昼過ぎぐらいでしょうかね、あげようかなと思っておりますので、ぜひともそちらも要チェックでお願いいたします。はい。それでは、長くなりまして申し訳ございません。今日の土曜日の夜、お酒を飲みながらゆっくりしてください。私は今からバーベキューをしてみたいと思いますので、皆さんもね、お暇があるんであれば、バーベキューね、天気がいいですのでやってみるのをおすすめしますよということで、はい、本日第2部の配信を終わらさせていただきたいと思います。それではおやすみなさいでいいんですかね。はい。また明日の朝お会いしましょう。では。